おはようございます。毎日1ガチャいきます。2日目です。1日目はロリスでしたが、2日目はエピックが来ない。星さん、皆さんどうもこんにちは、エカクです。本日は1月24日からやってきた週間 FP レベマ比較やっていきたいなと思います。皆さん今週の週間引きましたでしょうか？もういるんですよ。まあもう皆さん分かってると思いますけど、もしデヨンが当てた方いたらコメント欄でたくさん自慢してください。僕はもちろん当たらなかったよ。昨日の動画見てくれ。まあやっぱね、比較動画作っても今回のガチャは結構積極的に引いてもいいかな。デヨンがかなりぶっ壊れてるし、他にもなかなかに注目の選手はいますので、ぜひこの動画を見た上で引くべきかどうか考えてみてください。今回もこんな評価でしっかりと比較動画持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。みんないつも動画遅いのに見てくれて本当にありがとう。大好き。ではここから個別比較いきたいなと思うんですけど、まずは変更点の一覧になります。こちら見ていただければ通常選手から何が変わったのか一目瞭然になってますので、ぜひチェックしてみてください。結構ダブルチェックしてミスのないようにしてるんですけど、もしミスあったらごめんなさい。ということでここから個別比較、まずは第11位 B 評価イヴァン・マルカの選手。この選手は空中戦やパス系はセンターバックとしては相当レベル高いですし、2つのスキル追加も嬉しいんですけど、さすがに守備数値きついかな。ガチスカで積極的に使うレベルではないと思います。第10位 B 評価ボナベントゥーラ選手。まさかの11位と10位両方出した男、はい、比較です。でボナベントゥーラはですね、スキルめちゃくちゃ優秀ですし適性も広いので、今週ならワンチャンあるかなと思ったんですけど、まあ、能力がね全体的に惜しいんですよね。まあ、言葉選ばずに言うとちょっと器用貧乏感があるのかなって思っちゃいましたね。まあ、とはいえですね、バランスはいいので、今週2列目がどうしてもいないよって方とかであれば起用してみるのもありだとは思っております。さあここまでが B 評価。第9位はビカーリオ選手。トッテナムに移籍し活躍中のビカーリオ、2回目の FP 登場でございます。まずこの選手は身長194センチが素晴らしいですし、ゴールキーパー能力に関しても DS 役で全て80乗ってきますので、ライブアップデートいい週は使ってみるのもありだと思いますね。まあでもね、あくまでゴールキーパー少ない人向けかな。トップレベルの選手と比較するとどうしても能力面が見劣りしちゃうと思います。ちなみに前回は星4だったんですけど、今回星5になり過去最強です。安心してください。第8位は A 評価ニコ・ウィリアムス選手。あのイニャキの弟ニコが週刊初登場でございます。チャンスメーカーに代わりピンポイントクロスが追加。とにかく見たら分かる通り超爆速のウィンガーなので、今週サイドで起用した時の突破力っていうのは半端ないものがあると思いますね。スキルに関してもピンクロが追加されてダブルタッチもあるし、アウトスピンなど悪くないスキル構成ですよね。まあドリブル以外の数値がかなり荒削りですけど、とにかく突破力重視の方は使ってみてください。でこちらがですね、過去版との比較になります。いやーこれね、丸1からはもう問答無用で乗り換えで、丸2がね、まあ重要な能力に関しては丸2の方が高いんですけど、ピンポイントクロスの追加もあるし、今回のが個人的には好きかな。ただプレースタイルは違うのでしっかりと見た上で判断してあげてください。第7位 A 評価レオン・ベイリー選手。個人的にはこのくらいから当たり度が上がってくるイメージかな。今回ベイリーめちゃくちゃ進化してるんですよ。プレースタイルがウィングストライカーから2列目からの飛び出しに変わって、ワンタッチシュートの追加、いい強化ですね。てかさ、この選手スーパーサブ持ってるんで、この能力からスーパーサブ乗るって考えたらかなり強そうじゃないですか。推進力はやばいし、結構決定力も高かったりするので、選択肢が多い相手にいたら厄介な選手になりますよね。ただマジで惜しいのがダブルタッチがないんですよ。ダブルタッチあればってね、生放送でも言いましたし、この表を見ても改めて思いましたね。まあ、普段ですね、ダブルタッチとかに頼らずにテクニックで抜ける方とかが使ったらめちゃめちゃ強いんじゃないかなって思ってますね。まあ、初登場だし、個人的には隠れ優秀枠にもなるんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。第6位 A 評価南野拓実選手。いやまずはね、コナミさん選んでくれてありがとうって伝えたいですね。昨シーズンはリーグワンでの適応にちょっと苦しんで、一度も週間出てこなかった南野が新シーズンでいきなり登場、それが何よりも嬉しいですよね。星4ですけど、かぶりの星5が当たるぐらいなら全然南野選手の方が嬉しいと思ってますね。で能力見てもですね、まあ、正直日本人忖度抜きでも悪くないと思いますよ。もともとスキルは完璧ですし、決定力瞬発力あたりのトップ強化が効いてますよね。まあ、もうちょっとドリブル数値あればよかったなってところはあるんですけど、瞬発ボディコンが高くて身長もちょうどいいので、使ってみると予想以上の使用感の良さあるんじゃないかなって思ってますね。まあ、あと繰り返しにはなりますけど、やっぱりスキルがめっちゃ優秀ですよね。
ぜひウイングか OMF どっちかで使ってみてください。でこちらがですね過去版との比較、これちょっと難しいな。直近は通常が弱体化しちゃってるので、それが響いて過去版の方が大事な数値はちゃんと高いですね。まあ、あとはハイライトでスキル追加ができますので、まあ丸1か丸2持ってればそっちで十分だとは思っております。ただ習慣は最初からデビまで即戦力ですし、それこそ丸1のパック版とかはもうすぐ契約更新も切れちゃうと思いますので、思い切って乗り換えちゃうのも全然ありなんじゃないかなと思ってますね。第5位、 A プラ評価ディロレンツォ選手。もう何回くんねんって思ってる方いると思いますけど、はい、僕も同じ気持ちでございます。まあでもね、安定の当たり枠なんだよな。初ゲットだったらぶっちゃけトップ3に入るぐらい当たりだと思っております。で今回のディロレンツォはですね、守備能力に関してはディフェンスセンスとかちょっと物足りない部分はあるんですけど、スキル追加見てください。なんとワンパスルパが追加されましたので、まあ、サイドバックよりも守備的なサイドハーフで起用したい方は右サイドハーフで使ってみるのは結構いいんじゃないかなって思ってますね。見たら分かる通り何でもできる万能型なので、ライブアップデート良ければもちろんサイドバックでも十分チャンスはあると思います。まあ、即戦力かつ安定している強さがありますので、さっきも言った通り初ゲットだったら僕は十分大当たりだと思っております。ただ、さっきからね繰り返し初ゲットって言ってるのはこの比較表を見てほしいんですけど、いやーちょっと厳しいな。ディフェンス系は過去最弱なので、1枚目2枚目ともにサイドハーフで使う場合以外は他バージョンで正直十分だと思いますね。ということで次行きましょう。第4位、 A プラ評価ハリー・ケイン選手。かっこよすぎるアイコンでバイエルン初のケインが登場。てかワンパスするパ追加激アツすぎないか。これはなかなかに面白い変化してますね。そしてケインといえばこの得点能力ですよね。今回もオフェンスセンス決定力がどちらもトップ強化なんですけど、なんとオフェンスセンスは DS100 で96、決定力95と共に95超えてくる。リンクフォワードの中では得点能力は間違いなくナンバーワンですね。まあ、あとはやっぱりスキルが過去最強なので、歴代ケインの中でも即戦力級って意味ではナンバーワンなんじゃないかなって思ってますね。ただやっぱり足元やスピード瞬発はかなり低めなので、結構人は選ぶタイプかな。万人受けする使用感の良さは正直ないのかなって思っちゃいますね。ただアイコンはかっこいいしレアなタイプではありますので、僕は十分当たり枠だと思っております。でこちらがですね過去版との比較、前半は全部乗り換えちゃっていいんじゃないかな。下がってる数値もありますけど、契約期間も考えつつ今回が最強だと思っております。で後半に関してはですねこんな感じで、まあ、過去最強はショータイムにはしてるんですけど、まあ、能力はね結構ショータイムとも競ってますし、ワンパスルパがあること考えたらスキル追加しなければねワンチャン今回は過去最強でもおかしくないとは思ってるんですよね。まあ、拡張性考えると一応ショータイム過去最強にしてますけど、そのレベルであるってことは考えておいてください。でマルヨンに関しては同じ習慣で能力は負けてますけど、ワンパもついたし僕は今回派で、マル6はスキル追加の拡張性はあるもののワンパスルパ標準装備で能力はやや習慣優勢なので、個人的にはショータイムに次いで2番目の強さだと思っております。さあここからがトップ3。まずは A プラ評価三笘薫選手。スーパーゴールを決めた三笘が堂々の登場。予想当てたのが嬉しかったですね。もうこのアイコン見るたびにあのスーパードリブルを思い出して幸せな気持ちになれますよね。今回はあのドリブルでのゴールだったので、ドリブルスピードボディコンともう予想通りというかこれでしょっていうトップ強化で来てくれたのが嬉しいですね。さらにコントロールカーブのスキル追加もされたし、当然特殊ダブルタッチも初期からできますので、今週はねガチスカのウィングとかサイドハーフで起用するのマジでありよりのありだと思いますよ。でそうだ、地味に逆足精度も向上していて、最近逆足系もいじるようになってきたのでちょっと特別感ありますよね。まあ、もちろん日本人だから嬉しいっていうのもありますけど、普通にガチスカでも全然やれる性能だと思っております。でちなみにですね過去版との比較がこちらになります。意外だったのがですね、結構前の習慣と比べると割とね負けてる数値も多いんですよね。ただ前半で言うとボリコン筆頭に大事な数値が圧倒的に今回なので、パック版含めて ① ② ③ は基本的には乗り換え推奨でいいんじゃないかなって思ってますね。で後半に関しては過去最強がショータイムで、まあ ⑤ からも乗り換えまではいいかな。スキル追加の拡張性考えたら ⑤ 持ってたらそっち使って OK だと思っております。ただ他の追加は熱い。さあ盛り上がってまいりました。第2位、 S 評価リオネルメッシ選手。今週めちゃくちゃ驚いたのはこの選手の登場ですよね。まあ、そもそもアメリカリーグから習慣ってほぼ前例がない中でいきなりの登場、まさにその時歴史が動いたって感じですよね。でさあメッシ
しこれ強くね、この能力の選手がワンチャン無料で手に入るって相当すごいと思うんですよね。まあいろんなタイプのメッシが出てますけど、今回ドリブル数値に関して言えば歴代最高クラスでございます。裏総合値で言うと OMF で101、なんとセカンドトップで103とぶっ壊れ数値でございます。まあ逆にスピード瞬発とかはかなり低いので、個人的には OMF で使っていただくと今回のバージョンは一番輝くんじゃないかなって思ってますね。ぜひ当たった方 OMF で使ってみてください。でおそらくメッシに関しては他の選手との比較よりも同盟比較が気になると思いますので、がっつり見ていきましょうか。まず1枚目、でこれ見たらねもうわかると思うんですけど、今回のやつ足元とか決定力周りは普通に過去最強レベルに高いんですよね。マルサンのワールドカップビッグタイムなんかと比較しても実は全体レベル遜色ないので、これ見るとね結構当たりに思えてきますよね。とにかくドリブル数値だったりとか決定力など決めきる力を重視する方はぜひ今回優先で使ってみてください。まあ、ただ見たら分かる通りスピード瞬発だったりとかオペンスセンスに関してはマルにマルサンのビッグタイムと比べると完敗なので、そこに B 固定って考えると、まあ丸に丸さん持ってたら十分ではあると思いますね。乗り換えとか絶対に必要ないと思います。まあ丸1から乗り換えちゃってもいいかな。で2枚目に関してはワールドカップの無料配布と週間との比較になるんですけど、まずまあ丸4は乗り換えなしかな。やっぱりドリブル系とかはめっちゃ高いんですけど、大事な数値プラス拡張性プラスリンクフォワードって考えると丸4の方が優勢ではあると思っております。で丸5はまあほぼ上位互換なので乗り換えで、丸6はねまあ乗り換えなしかな。こう見ても丸6のバージョンは能力かなり優秀だと思っております。で驚くべきが3枚目なんですけど、見てください、ほぼ完全上位互換ですね。これはオール乗り換えでいいんじゃないかな。直近配布されたアメリカリーグのハイライトよりもかなり強くなってますので、過去のビッグタイムと比較しても間違いない特徴はありますし、リンクフォワードバージョンと並んでビッグタイム以外の中だったら過去最強クラスといっても過言ではないと思っております。まあいろいろ見ましたけど好みあると思いますので、それぞれ止めながら自分の持ってるバージョンとじっくり見て判断してみてください。さあちょっとメッシで話しすぎましたけど、最後まだあるんですよ。第1位Sプラ評価、デヨング選手でございます。まあちょっとね S にするか S プラにするか迷ったんですけど、この規模で週間でこのレベルの選手って考えたら僕は S プラ評価上げてもいいんじゃないかなって思ってますね。今回デヨングがセンターバックでバグ強化されて登場しました。まあもう一目瞭然ですけど、見てくださいこの守備数値、ディフェンスセンス20上がり、ボールダッシュ25上がり、おかしいでしょこれ。めちゃめちゃ強化されてますね。しかも足元やパスなど元々のデヨングの強みも残ってますので、攻守万能な究極で完璧な中盤が出来上がってしまいました。なんとセンターミッドフィルダーでの裏総合値104でございます。もう笑っちゃうよこれ。まあ、さっきも言った通りこのレベルの選手がワンチャン無料だったりとか300コインとかで手に入るのが e フットボールアプリのバグってるところですよね。で今回適正がセンターバック CMF、DMF3 枚あるんですけど、まあ、センターバックよりも圧倒的に中盤ですよね。前目の CMF で使うのもありだし、まあ、最優先は DMF になるかな。守備系スキルがないので中盤の底1枚とかは不安ですけど、まあ、2枚の中盤でアンカーと合わせて使ったりとか、そんな使い方が個人的には一番いいのかなって思ってますね。このあたりは当たって実際に使った方ご意見教えてください。だって僕持ってないんだもん。でちょっとタイプは違うんですけど、週間のバグ強化枠といえばということでモドリッチと比較してみました。いやこう見てもねモドリッチともいい勝負ですよね。ボディコン高くて小回りは間違いなくモドリッチだし、まあ、そもそもねさっきも言った通りオイメージとかでモドリッチ使うこと多いのでタイプは違うんですけど、これだけ足元やパスいい勝負しながらこの守備能力、デヨングも唯一無二の選手ですよね。でこの感じね誰かと似てるなと思ったんですけど、指名契約のロボツカと比較してみました。結構近いものありますよね。まあ、無料でこのクオリティのロボツカもだいぶいかれてますけど、デヨングやっぱ強いですよね。アグレッシブレスは負けてるものの、改めてこのボールダッシュとディフェンスセンス異次元ですよね。波小さいの安定感もありますし、足元に関してはロボツカ圧倒してますので、個人的にはどっちか言うならデヨング派かなって思ってますね。でこちらがですね過去版との比較になるんですけど、もうだってこれ子供から大人やん。守備数値バケモンレベルに上がってますので、過去版と比較してももう話にならないレベルで過去最強だと思っております。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、もっとねいろんな選手との比較持ってこようかなって思ったんですけど、まあやっぱり今週注目はデヨングだと思いますし、メッシとかはね過去版との比較のが気になるかなと思ってそっちを重点的に作らせていただきました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。まだまだいろんな動画上げていきますので、これからもチェックしてみてください。バイバイ。